もうここまで来ると完全に好みの差ですね。もっと言うと別にグリーンマックスでもよかったんじゃないかっていうぐらいの感じ。はい、皆さんこんにちは、青島です。 YouTube で鉄道模型に関する動画をアップロードしています。今日はこちらです。先日購入したグリーンマックスのミュースカイ、エヴァンゲリオンミュースカイですけれども、こちらのパンタグラフを交換したいと思います。ではスタート。はい、青島です。何度も動画で言ってますが、買ったその日にパンタグラフを壊してしまったということを言ったと思いますけれども、とりあえず今のところ直っているんですが、なんかですね、ちょっとこのパンタグラフがなんか緩くなっちゃったような気もするんです。ですので今回はもうパンタグラフそのものを新しいものに交換しようかなというふうに考えています。インターネットをいろいろ調べたんですが、どうもグリーンマックスの車両でも、加藤やトミックスのパンタグラフが使えるということがネットに書いてありました。僕も過去に動画出したことあると思うんですけれども、加藤やトミックスも使えるということなので、今回は実際加藤とトミックスのパンタグラフに交換してみて、見た目がどんな感じになるのか比較してみたいと思います。で、購入してきました。こちら2種類です。こちら2種類のパンタグラフ買ってきました。こっちが加藤が、モハネ285用のパンタグラフ、でこっちがトミックスの、0284CPS27N 型パンタグラフです。これどちらも、313系に使われているのと同じパンタグラフです。モハネ285と書いてありますけれども、313系と同じものです。ですのでこれをネイティスのミュースカイのシングルアームパンタと交換して、見た目がそれぞれどのようになるのかちょっとチェックしてみて、一番かっこいいものを採用したいなというふうに考えています。では早速交換作業を始めていきましょう。はい、それではまずパンタグラフを外していきます。パンタグラフの外し方はそんなに難しくないです。このピンセットのようなものを中に当て込んで、ちょっとこじってあげると刺さってるだけですので簡単に外れます。でね、ここに4つ穴が開いていますので、ここに新しいパンタグラフをはめ込むだけです。全然難しくないのでね、サクッといきましょう。はい、見た目はこんな感じですね。これ取り付けてみましょう。はい、取り付け OK です。ちょっと立ててみましょうか。こんな感じになります。ちょっと後ろが緑で分かりにくいな。こんな感じになります。違い分かりますか？ちょっと分かりにくいな。こっちがグリーンマックスで、こっちがトミックスなんですけど、ちょっと分かりにくいですね。感じとしてはグリーンマックスのよりもしっかりしてる感じがします。なんて言った表現していいのかな。こっちが結構ね、緩いんですよ、上げ下げが。に対してトミックスのは結構しっかりしてるっていう印象があります。じゃあ次、グリーンマックスの外して、こっちね、加藤のもつけてみましょうか。はい、こちらが加藤のパンタグラフです。なんかこっちは持った瞬間ちょっとなんかね、一回り大きいような感じがしました。では取り付けてみます。あ、どうしてもこの取れちゃうね、開きが。はい、これが加藤のシングルアームパンです。違い分かるかな。分かりにくいな、これ。ちょっと被写界深度の関係で分かりにくいですね。こうするか。上が加藤のパンタグラフ、下がトミックスのパンタグラフです。どうでしょうか。見た目はほとんど変わらないんですけれども、まあでもやっぱり加藤が一番作りがいいような気がしますね。横はこれとこれ、トミックスの方が、ちょっとこう、これはしっかりしてます。
かとはちょっとここでグラグラします。これわざと遊びをこうつけてあるのかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、確かにちょっと細かいところを見れば形だいぶ違うんですけれども、まあ、パッと見はほとんど変わらないので、まあ、どっちを採用してもまあ僕は問題ないかなというふうに考えます。ここまで来ると完全に好みの差ですね。もっと言うと別にグリーンマックスでもよかったんじゃないかっていうぐらいの感じもします。やっぱりグリーンマックスさんのパンタグラフは少し緩いような気がします。はい、ただまあ好みだと感じでしょうか。はい、こんな感じで今日は、グリーンマックスのミュースカイ、名鉄2000系ミュースカイのパンタグラフをそれぞれ加藤とトミックスのパンタグラフに交換をしてみました。皆さんどちらが好みとかございますでしょうか。僕はねどっちでもいいです正直言うとどっちでもいいです。別に入手しやすいものだったら加藤でもトミックスでも、もっと言ったらグリーンマックスでもそれほど変わらないかなっていう気がします。ただよく見ると細かいところにも違いがあるので、例えば本物の形にこだわるという人だったら多分どっちかがいいとかあるんでしょうけど、正直僕の見た目では僕ではちょっとそこまで見た目わからない、違いがわからなかったんで、正直どっちでもいいかなって感じがします。ということで今日はパンタグラフの交換をしました。こんな感じで僕いつも鉄道模型で遊んでいる様子を YouTube にアップしていますので、興味のある方もし見えましたらチャンネル登録していただけると僕と一緒に鉄道模型の世界を楽しむことができます。今日は最後までご覧いただきましてありがとうございました。